どうもワクワクです、えー、今日は我が天下、えー、先日ですね、えー、アップデートがあった際に、えー、スキルがちょっと変わりました郊外について紹介したいと思います。で郊外なんですけどまあ三国志で有名な、えー、老将、えー、結構老いた、えー、将の一人なんですけど、まあ、よく間違われるのは諸の郊春と、えー、間違われる、まあ、なんだろうおじいさん武将ですかね。 でまあ、そんな中でも、まあ、郊外ってどういう武将だったかっていうと、まあ、非常に人望も厚くであとはよく、えー、なんですかね有名なのは石壁の戦い、えー、石壁の戦いでは曹操をうまくえー、騙して、えーまあ、活躍したよっていうのがよく言われてるんですけれども、まあ、非常に語の中でも、えー、有名な 武将になります結構初期の孫権の頃からずっと一緒に、えー、孫権と一緒に歩んで,で孫作にもついたのかなだから息子とかにもこうついてくっていうような感じで5の歴史の中では重要な武将になります。まあ見た目通りなんですけど結構物理攻撃を、えー、物理攻撃武将にはなります。で変わったのが え普通のスキルの方じゃなくて、えー、覚醒スキルが変わりましたで、まあ、攻撃力武力えー、物理とあと計略、えー、相手に当てるダメージっていうのが、えー、パーセンテージが、えー、発動すると上がるんですけどまあその際に1個強くなるけど、えー、デメリットとして100%の物理ダメージを自身が受けるよっていうのがデメリットとしてあったので、まあ、正直そんなにえー 使える武将っていうような感じではなかったんですが今回でその自分に与えるダメージっていうのが60%に減りましたなので、まあ、ちょっと今までと比べて少し扱いやすい武将になったかなっていうことで昔フル覚醒させたことあったんですけどまあ今一度ちょっとフル覚醒をさせて使ってみようかなと思って動画にしてみました通常攻撃でダメージを与えると 発動します、えー、自身の先ほど言ったような、えー、物理計略ダメージをアップさせてでなおかつ不屈、えー、もつくんですかね不屈どれぐらいだったかな,、えー、2, タかな2ターンから2ターンかなんか不屈がつくっていうのと、えー、あとは、えー、敵の縦列に、えー、1 6フル覚醒だと160%の物理ダメージを与えるよというような部長でございます。 そうですね回収、まあ、もつきますねだからまあほに攻撃には結構特化した武将になりますで実際ちょっと戦闘シーンを見てみたいかなと思うんですけどで結構この戦闘シーンだとえヨウコが活躍もしちゃうのでちょっと目立ちづらいんですけどこういう感じです攻撃与えてでこういう感じで縦列にダメージ与えるよとでこの状態で 自身のの攻撃力アッププしててるのプラス不屈もついてますだから結構、えー、まあアタッカーとして優秀な武将かなとは思いますでも本当にデメリットの60%には減ったものの自身もダメージを受けてきますので,であと防御はそんな高い武将とは言えないですだから配置するなら後列に配置するのがおすすめかなと思いますでこんな感じで私だと、えー、長領で。 さらに不屈をつけてるんでまあ不屈に不屈だからあまり意味ないんですけどまあこういう風な感じでちょっと守りながらアタッカーとして攻撃してもらうっていう使い方で使ってはいますだまあ是非是非ちょっとデビリット部分が軽減されたので、えー、気になる方は是非えー、月も変わったのでリセット使って使ってみてください、えー、今日の動画はこんなところです えーまあ、今後も我が天下の動画続けてあげていくんですけどちょっと新しい動画あげたいなと思っているので皆さんどうぞワクワクチャンネルお楽しみにしてください今日の動画は以上ですありがとうございました